はい、お世話になります。小栗よりて小栗健一です。岡山県内西海岸が3店舗あるんですよね。いつもお世話になってる真庭店さんと、あと小島にあるんですけど倉敷店、真庭店さんと倉敷店さんにはもう、ね、お邪魔してるんですけれども、笠岡店さんにまだね行ってなかったということで、今回は笠岡店さんにやってまいりましたということでね、店内見させていただきたいと思います。よろしくお願いします。あ、なんか人に見られてるみたい、恥ずかしい。西松屋さんと合体してますね。プライベートではね、何回か来させてもらってるんですよね。一応電話で撮影許可をいただいております。こんにちは、すいません、電話したオフに一人なんですけど、はい、撮影大丈夫です？大丈夫です、はい、大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。大丈夫、あ、撮影しても大丈夫ですか？いや、全然大丈夫です。ありがとうございます。ちょっとね、入り口から見させてもらいたいと思います。ミムジャケットということでね、じゃあちょっと見ていきたいと思います。ラングラーだね、かわいい。あ、オアスローある。え、オアスロー5000円。そういえばこの間五番街さん行って撮影させていただいた動画で、服の扱いがちょっと雑すぎねえかみたいな、コメントをいただいてまして、全く意識してなかったので、ちょっと、あ、そうかと思いましたね。ちょっと気をつけていきたいなと思います。いけないよね、いけないとはいえね、やっぱこういうこと しなきゃちょっと見づらいんだよね。ちょっと寄させてもらってこうめくっていくみたいなね、そこはちょっとねご容赦いただきたいっていう感じではあるんですけど、よいしょ、ピックアップアイテム見ていきたいと思います。ポロシャツコーナーかな、ポロシャツの柄シャツみたいなこと、こんなんだ、なるほどね。タイダイ T シャツ、あの、かわいい。タイダイってさ、タイダイのタイってネクタイのタイだよね、多分。いや、調べてないんでわかんないですけど、多分ね、タイってつまり縛るとかそういうことだよね。うん、だから絞り染めっていうことだよね、わかんないけど、最近そんなことを考えました。かわいいね、タイダイ。面白いね、バレーボール、あ、なるほど、ピーチトゥリークラシックバレーボール2021、これね、マスクしてバレーボールしてんだけど、この何コロナのウイルスでバレーしてるよみたいな感じなんでしょうね。世相を表してるよね。S サイズ T シャツ、お、これね、はっはー、もう T シャツは何だ、自己主張の道具だということをよく表していますね。うん、お、知らん。おー、ジェシデミータウンクラップデザイナーコレクション、ジェシデミーセブンティースぐらいですかね、このとんがった襟かわいい。なんかこれぐらいの年代のポリシャツみたいなやつ着そうな気がしますね。こういうやつとかね、ポリシャツね、おしゃれ。お、出た、これは違かった。これジェームス・ワールド、あ、なんかちゃんとしてますね、ジェームス・ワールド、あ、もうついてんの、ジェームス・ワールドパブリックパターンコピーライト、お、なんかちゃんとしてんな。メイドインハワイ USA、 これなんだろう、1000円安いな、あ、レイヨンだね、レイヨンのハワイアンシャツ、ジェームス・ワールド、あ、これ結構いいな、肌触りがいいですね。
ジェイムス・ワールド、かっこいい、名前がかっこいい。やっぱハワイアンちょっと狙いたいですよね、せっかくもう夏も近いんで。これ最近なんかこれ見るな、中国のさ、フレンズヒップ フレンズヒップ、中国のね、メイドインチャイナのやつ。お、タウンクラフトの、いいじゃんこれ、タウンクラフトの総柄のシャツですね、かわいい。そういえばあの人が映らないようにもっと配慮するべきっていうコメントも来てましたね、うん、確かにそうだよね、うん、申し訳ございません、今まで映ってきてしまった方たち、ちょっと今後気をつけます。ただなんかさ、その映ってる人のさ動きが面白くてさ、そういうのをちょっと使ってしまったりするんだよね、そういうのいけんなと思いますね。はい、これかわいい、ツータックパンツですね。どこのやつなんだろうか。これサスペンダーボタンもついてますね。メイドイン US 100% ピュアウール、これいいな、かわいい。あ、ついてますね、タロンのロケット型のやつ。70年代とか80年代とか多分それぐらいだと思う。かわいいですね、お値段900円。これかわいいね、かわいい。おー、フルーツオブザルームのスウェットパンツがありますね。ちょっとタグが取れちゃってるけど、赤ね、赤のスウェットパンツとか難しそう。真のおしゃれさんを着こなすんでしょうね。お、かわいいな、ピンクのボーダー、エイドン USA 900円。お、かわいいな、うわ、これかわいいな、なんかインディアンのセネカレッドスキンですね。ハワイアンのさっきのちょっと気になったな、これジェームスワールド、これとピンクのポロシャツ、これちょっと撮っちゃおうかな、ちょっと中見させてもらいましょう。ちなみにこっち入ってる理由は西松屋さんですね。はい、店内こんな感じです。まああるよね、たくさんアイテムが、見るのは本当骨が折れますよ。あ、靴もありますね、わ、これかわいい、ギルだ、おー、これかわいいな、だけどインターナショナルアソシエーションファイヤーファイター、これいいな、44歳、なんか革のスリッパいいな、いいな、サンダルもあるよね。ちょっとシャツ見せてもらいましょうか。出ましたね、パラダイスフォンドホノルルハワイ、あーなんか涼しげでいいですね。あ、リーこんなの作ってんだ、かっこいいですね。お、おお、アシックス、アシックスじゃん、これラインが入ってますね、アシックスのなんかあの畳のヘリみたいなさ、ここ見せてもらおうかな、オーバーオールつなぎ、これ早速ディッキーズですね、ディッキーズの半袖のつなぎいいっすよね、ちょっと欲しいなと思ってんだけどね、なんかいいのがあったら。あ、へえ、革靴結構あんな、すごいね、ちょっとサイズ大きいんだよな、足ちっちゃいですよね。あ、ティンバとかありますね、ティンバーランド、君は何で、コロンビアのなんかあったかそうな靴もあります、ちょっとちっちゃいね、おなんかかっこいい。あ、スペシャルコレクションユーズドクロージングって書いてんだ、ここがなんかいいやつなんだろうか、ち
ちょっと見せてもらいましょうか。この製造機かっこいいな。この照明もかっこいいですけどね。これかっこいいな。これ何？コンプトイヤーハビレメントディフュージョンリボンネスト。あ、タグが消えてますね。後ろが10番ですよ。エースナンバー10番。ちょっと後で見せてもらおうか。あ、バーバリー。なるほど、そういう系なんだね。バーバリー。あ、これ古そう。バーバリー。メイドインイングランド。ちょっとわかんないですけど。うわ、かわいい。かわいい。うわ、かわいい。モンベラ。お、これいいんじゃない？出ましたよ。マクレガーのボーダーティー L サイズ。1200円。あ、なんかついてるよ。あ、なるほど。日本の企画なのかな、マクレガー。あ、なんか、エントランス、染み込みだよ。何これ、染み込み、染み込み。タグはこの謎のタグがここについてますね。いや、かっこいいけどね、これ染み込み。エントランス BIG ビッグ、うん、まあまあまあ、ちょっと保留で。ちょっと下ろしてもらうの、あれ。すいません、あのちょっと上にあるやついいっすか。すいません、あの青の、あ、だ、だ、ありがとうございます。おー、なんだこれ、なんだこれ。これいいね、これ。フロッキーだね、もうハゲちゃってるけど。で、ここに何があったかですよね。なんだろうね、これ、これなんだろうね、わかんないね、これ。うわ、安いすぎ、ね、なん安なのこれ。まあ、ちょっとトップしてみましょうか。お、面白かったですね、スペシャルコレクション。さすがスペシャル。お、メンズおすすめコーナーありました。ちょっと見てみようかな。おお、いいじゃん。ラルフのポロシャツ、メイドイン USA、 ボーダーですね。 M サイズだけど、まあ、まあまあサイズあるよ。メイドイン USA、 1300円。ちょっと汚れてるけど、まあなんとかなんじゃないかな、この汚れは。これ良さそう、かわいい、うん、いいと思います。ラルフとかね、メイドイン USA ね、根気よく探せば意外と出てくるんですよね。これもメイドイン USA。カノコですね。あ、なんかでも欲しくなっちゃうな、こんな出てきたら。M サイズだけど、まあまあサイズあるね。で、この後ろが長いんですよね。うん、かわいい。いいな。あー、かわいいこれ。リーボック。ピンク。ピンク好きなんですよね。メイドインイタリーいっすね。メイドインイタリーって言われるとなんかちょっと特別感あるよね。なんかテンション上がっちゃうよね。イタリー。ポロシャツ結構豊富ですね。お、LLB 100% コットン。なんかかわいい。1800円。かわいい。メンズおすすめ T シャツかな、ちょっと見てみたいと思います。あ、リンガー T シャツコーナーですね。リンガー人気だもんね、今なんかすごい。結構聞かれますもんね、リンガーありますかみたいな。お、いいじゃん、青タグのタンクトップですよ。え、いいな、これ欲しいな。タンクトップすごい、すごい脇空いてますけどね、うん、これちょっといいな。え、これいいと思う、ジャンプ。ちょっとこれは確保で。
あ、スニーカーも結構ありますね。よっしゃ、じゃあちょっとここ行ってみようか。アロハ楽しみにしてました。ここよっしゃ行くぜ。アロハコーナー。おはおは、ちょ待って、これ何、ワイルドオーツボーラー、あ、シュガーケーンか。シュガーケーンです。うん、ニューヨークシティ、サンサーフもありますね。あ、ビームスのやつね。これレディースじゃないのかな。うお、これいいじゃん、ここいいじゃん。マルナハワイサイズ M、 うん、これいい、かわいい。2000円です。ほほう、やっぱハワイアンも楽しいな、 RJC ってね。クックストリートホノルル、かわいい。 RJC 結構ありますね、 RJC。これはなんだ、なんかゲームのキャラか、よく知らないですけどね。うん、お、なんこれ、お、なんだこれ、なんか良さそうなカジュアルなんていうのこれ、スタイルディングハワイウェイですね。お、光線ボタンがついてます、ほら。何これ、面白い、これいいんじゃないの。なんか昔のハワイアンってこういうネームの付け方したりするんだよね。なんかここだけこうやって縫うみたいなね。だからここ縫ってないんですよ。フリータワーズハワイアンビレッジホノルル、これ面白いですね。これいいな、コットンですね。これ1800円です。ちょっとこれはトッピーしておきましょうか。お、これはアメリカンハワイクルーズ、これはあの有名な柄に似せてるんじゃないのかなね。アメリカンハワイクルーズメイドインハワイ XL、 あ、パラダイスパウンドだ。これちょっと古いんじゃないかな、タグが。なんかちょっと汚れてるけど、でも良さそうな。コットンのバンブーボタン使ってますね。うん、いい感じ。トップしとく、これも1800円です、パラダイスポンド。ハワイアンやっぱいいっすね。下段行きますか。おー、かっけ、カラベラ柄がいいですね。ウールリッチ、ウールリッチもハワイアンシャツ作ってんだね。メンズシャツコーナーありました。ちょっと見てみようかな。ここもちょっとハワイアンっぽいけどね。なんかガラシャツって感じかな。さっきと同じブランド？これ。あ、え？違うか。これなんかこれのさ、あれ持ってるんだよね、これ。何？短パン？台湾か。違うのか。これ違う？ジャムズワールド、ジェイムズワールドなのかな。ジェイムズバイソーシー、うん、可愛いけどね。お、あ、これ何、これ可愛い、フロリダ読めない。あ、これはレディースですね。可愛い、可愛い、マウジーアズールホノルルサンセット、おお、へえ、面白い。うん、え、え、え、あ、いやいや、これは、え、なんだこれ、え、なにこれ、え、おんぶりですね。ちょっとサイズはちょっとちっちゃそうな感じするけど、え、何これ、マジで襟がなんかとんがりまくってんだけど、これなんでしょうね。
で、しかもこのプリントタグよ、これなんていうの、いや何これ、本当にこれ何、まあでもちっちゃいよね、この謎のさ、謎のネーム、プリントネームね、これなんていうものマジで、エスコセックス、なんだそれ。しかもサイズが1だからさ、1っていうサイズがまたね、どこのやつなんて感じで、まあオンブレのこの感じですげえいいと思うんで、一応着てみる？あ、もうダメだこれ、もうこれもうほら、あ、もうギリギリこれダメだね、あ、釣りそう釣りそう釣りそう、あ、釣る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 、あ、痛い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 、残念ですが、ちょっとこれはやめときましょう。気になるけどね、これちょっと一番前に出しとこう、勝手に配置転換、これはいいと思います、ね、うわっ、カワウイ、メイドインハワイ、いいですね、年代がちょっとわかんないけど、メイドインハワイっぽいよね、うん、かわいい、いくら1980円、うん、ちょっとこれは考えましょう、おすごいな、これハワイアンとウエスタンの融合みたいな、ここ見よっかな、半袖シャツね、マンハッタンマンプレスト2、かっこいい、ワンが気になるわ、かわいい、何これ、ここ、このカーブかわいい900円、結構出てくるな、オーシアンね900円、プリマプレスト、あ、出てくるな、結構あるな、本当にシャツがすごいですね、ボーイスカウトシャツもありますね、お、面白い、ハンティングかな、面白いね、セブンティーズのアイテムすごい多いですね、おー、ザ・フォックスコレクション、かわいいっすね、このキツネさんが、ザフォックスコレクション、 どこだったっけ、ペニーズだったっけ、おこれかわいい、キングスロードだからシアーズかな、ストライプもかわいい、色使いがいいですね、うん、よし、ちょっと下の段行くか、二段構えですよ、そういやこんだけ見てるけどユニクロとかあんまり見ないな、ちょっと品揃えが違う感じなのかな、まあ、アンカーがついてるんで、この間大阪で行った西海岸さんもアンカーだったんだけど、ちょっと品揃えが違う感じはしたんですよね、ちょっと、まあ、いいやつって言ったらあれなんだけど、なんて言ったらいいんだろうね、まあ、セレクトしてるっていう感じの言い方でいいのかな、ほら JC ペニーのアイテムが普通に出てきたりとか、まあ、シアーズ、ワード、あとアローとかさ、ほらね、アロー結構出てくる、ポロシャツあるね、本当にポロシャツすげえあるな、うん、ラルフとかも結構ありますね、こっちのレギュラーコーナーって言っていいかわからないですけど、こっちにも探せばいいのがすごくありそうな感じがしますね、出てる、出てる、子供が泣いてる、泣きじゃくってる、ルシャンどうしたらどんな愛じゃって、ビッグイーがあるよ、これは本間のビッグイー、あら本間のビッグイーがある、ほらビッグイー、ビッグイー、うん、うん、あ、なんか、うん、うん、これはでも多分これ、ビッグイーまあでもビッグイーだな、ホワイトタブのビッグイーのウエスタンシャツですね、リーバイス、これセブンティーズぐらいのタグだと思うんだよね、シックスティーズなんか、うん、まあでもビッグイーですねこれ、ちょっとトッピしとく、うん、
ちょっと試着してみましょうかね。よし、リーバイスのウエスタンシャツビッグイー、まあ、あのボーダーのポロシャツ、謎の10番ユニフォーム、チャンピオン青タグのタンクトップ、ミディアムサイズ。もうヨープロがさ、ほんま調子が悪いっすよ。ちょっと急遽スマホで撮影させていただきます。読み方が分かんないブランドのハワイアンシャツ、はい、パラダイスファウンド、はい、というわけで帰ってまいりました。たまに GoPro 調子悪くなるんですけど、まあデータが消えてなかっただけ良かったんですけれども、今回はじゃん、この2枚を購入しました。1枚はこれ、入ってすぐのところにあったジャムスワールドのハワイアンシャツですね。ジャムスワールドは1964年にスタートしたアロハウェアのブランドです。特徴は色合いがとても鮮やかなこと。明るい原色を使ったプリント柄は太陽に照らされて鮮やかな色を放つ南国の花や緑、美しい海を思い出させてくれます。ということでね、確かにそんな感じがしますよね。素材はレーヨンです。胸にポケットがついてるんだけど、柄合わせがバッチリされてて結構手が込んでるよなっていう印象ですね。まあこの柄もね結構可愛いと思ったのでこれを選びました。でね、素材がなんかね、なんていうのかな、ちりめんとは違うんだけどクシュクシュっとした面白い感じの生地で、まあその辺も面白いかなと思ってこれ選びました。はい、で続きましてこちらですね。これ読み方が分かんなかったんだけど、いろいろ調べた結果、カジュアルコアっていうブランドらしいです。年代としては60年代から70年代っぽい。まあ、この、ね、ネームの感じがちょっと古そうな、まあ、60年代ぐらいなのかなとは思いますね。解禁仕様でボタンが古線ボタンっていうのを使ってます。生地はこれコットンっぽいですね。いや、ハワイアンシャツ、やっぱり肌触りで言ったらレーヨンの方がね、サラッとして気持ちいいんですけれどもね、コットンのハワイアンはそれはそれでまあ扱いが楽ちんでさ、とてもいいんですよね。ちょっとサラッと着れる、気軽に楽しめるハワイアンシャツ欲しいなと思ってたんで、この2枚もね今回セレクトしました。はい、というわけでこの度は西海岸笠岡店様撮影させていただきありがとうございました。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。おりおひておりけんちでした。ほいたら。